ヨーゼフ・バルセギ、ヨーゼフ・バルセギは、ハンガリーの陸上競技選手。1948年ロンドンオリンピックの銅メダリストである。バルセギは1930年代から1950年代にかけて活躍したやり投げの選手で、彼が最初に世界の舞台に登場したのは1933年の国際学生競技会であった。 この大会では6 4八8 5の記録で優勝を飾っている。翌1934年の第一回のヨーロッパ選手権にも出場し、6 5八8 1で5位という成績を残している。バルセギは1936年ベルリンオリンピックに出場し、予選で6 9ルを超える投てきで、トップの成績で決勝に駒を進めた。しかし、 決勝では 70m を超える選手が続出する中、バルセギは 65m30 と予選を下回る、結果に終わり8位と惨敗してしまった。2年後の1938年のパリで開催されたヨーロッパ選手権では自己ベストとなる 72m78 でフィンランドのマッティアルビネン、ヨーニッに加年に次いで銅メダルを獲得した。バルセギは 第二次世界大戦終了後も競技を続け、1946年のヨーロッパ選手権は欠場したものの、38歳目前に、して1948年のロンドンオリンピックに出場を果たす。バルセキの記録は伸びなかったものの、幸運にもただ一投だけ67メートル03と記録が伸び、70メートルを超えるスローが出ない、低調な争いという幸運も重なって、 銅メダルを獲得した。バルセギは4年後の1952年ヘルシンキオリンピックにも出場しているが予選を突破することなく敗れている。ありがとうございます。